特集です。太平洋戦争直前、絵を描いただけで逮捕された学生の一人が100歳を迎えました。今も絵を描き続け、自由に表現できる世の中を願う男性からのメッセージです。肌寒い秋晴れの旭川。お誕生日おめでとうございます。あ、これですよ、また100回。100。岸谷良一さん。ハッピーバースデー。この日100歳を迎えました。はい、お父さん。はいよ。お誕生日おめでとうございます。はい。この間の展覧会、今は一人暮らしですが、菱谷さんを慕うたくさんの人たちに支えられながら生活しています。もうちょっと生きるからな。時の人でもっててさ、今、はい、ルンルンだ。そうかい。1時間もやるとこうなるからね、みんなに1時間でやめなさいって言われる。これをそこの彫刻刀で、これこれで絵描いたり、これやったり、だから遊ぶ暇ない。5人兄弟の長男として生まれた菱谷さん。16歳の時に旭川師範学校、今の北海道教育大学旭川校に入学しました。この年してね、まだスタイル気にするの。菱谷さんの好きな色は赤。長い間絵やってるからね、まあね、色には気使うよ。大体私黒と赤コンビネーションね。絵が得意だった菱谷さん、先輩に誘われ美術部に入り、寄宿舎の仲間と充実した学生生活を送っていました。しかし、希望に燃えてた。そして期待の星だの、俺は。その星がくさこうなったからね、親に親不幸した。19歳の時、この絵を理由に特別高等警察に逮捕されました。男性が持つ本はマルクスの資本論で、共産主義を啓蒙する絵だとして治安維持法違反の容疑をかけられたのです。いわゆる生活図画事件。太平洋戦争が始まる3ヶ月前のことでした。これが入学する時さ、出発の朝、家族全部ね、おふくろでしょ、兄弟ね、全部ね、もう明日明後日卒業する時にこの事件が起きたの。おふくろはもう台所へ走って、うわーんってもうみんなに聞こえぐらい泣き声を上げて悲しんだ。1年3ヶ月極寒の刑務所などに閉じ込められました。単なる学生だよ。それが一つの大きな渦の中に巻き込まれて、だから二十歳前の少年みたいな、わわわわっつって1年3月出てからは非国民赤だってね。有罪判決を受けた後は結婚し、子供にも恵まれました。会社辞めて、さてっていう時に女房が一緒に絵を描かないかって誘った、うん、古い言葉で焼けぼっくに火ついたっちゅうでしょ、ムラムラっと絵になって、それから絵に夢中になった、そのからの人生、今月上旬、旭川の市民文化会館に現れた菱谷良一さん。菱谷さんの100歳を記念した作品展です。赤ね、赤ね、
この1年間で描いた絵や旅先で見た景色の絵が並びます。昔に戦争中ね、ここに中国の政府があったの。で、あの飛行機が豊を爆撃してんな、爆撃した町なの。作品展は菱谷さんが生きてきた時代をそのまま映し出します。平和な時もあるし、変な時もあるし、これの時もあるしね、よく生きてきた。治安維持法の洗礼を受けた人はね、前に100人ぐらいいたんだよ。毎年死んでるの。で、おそらくね、俺最後の一人じゃないかと思う。学生時代からの親友、松本五郎さん。二人は、おととし、最初で最後の個展を開きました。共に逮捕され、獄中でも励まし合った友。平和のために戦おうと誓い合いましたが、去年、松本さんは99歳でこの世を去りました。松本さんが亡くなってからおよそ1年、松本さんの娘のひろこさんからメッセージが届きました。100歳のお誕生日おめでとうございます。父は100歳の誕生日を迎えることができませんでしたので、私にとっても感慨深いものがあります。父にとって菱谷さんは親、兄弟以上に大切な人なのだと感じました。皆様に愛される菱谷良一様へ。いろんなこと覚えてんだな。嬉しい、何かったの涙もろくなる年取るな、松本とはやっぱり死んでもさ、つながっていってんだなってね、こんな友達いないもんな。松本死んだけどね、まだ片割り意識したのが残ってるからね、もうちょっと生きるからな。作品展では菱谷さんを慕う人たちが途切れることなく駆け寄ります。おじゃ俺ね、こういう人の輪があってね、愛情を注いでくれて、俺の唯一の財産だな。ね、のし袋もらえよくよ、嬉しい。料理はいつも自分でやってるんですか？こうやって、こうやって、こうやってね。喉詰まり。喉詰まりね。とりあえずお水飲む。書きたいものを書いただけで、非国民だと弾圧される。自由に表現できない孤独と、それを許す時代の恐ろしさを知る菱谷さんが今伝えたいものがあります。戦いのない平和で、そして自由で、そして生きられる世の中にあってほしいと。一朝一夕には難しいけども、為政者なりみんながそれに向かって進んでいける世の中にあってほしいっていうのは私の最後の願望ね。わかる。